ナーズム・ヒクメットは、トルコ出身の詩人、劇作家、共産主義者、革命運動家。本名は、メフメト・ナーズム・ランであり、多種の筆名を使用した。日本語では、ナズム・ヒクメト・ラン、ナジム・ヒクメットなどとも表記する。海軍学校時代の写真オスマン帝国領のサロニカの出身。父は、ハンブルク総領事も務めた、外交官、ヒクメト・ベデ、母は、 ガカジェリーレ・ハヌム。二人の間には、ナーズムの他に、アリーブラヒムとサーミーエが生まれた。父方の祖父は、オスマン帝国時代のサロニカ県の最後の知事で、かつ著名な詩人で、メブレビー教団員だったメフメド・ナーズム・パシャであり、高級官僚の家柄であった。一方、母方の祖父は、ムスタファ・ジェラーレッディン・パシャの息子、ハサン・エンベル・パシャであり、祖母は、 メフメドアリパシャの次女レイラハヌムと、こちらは高級軍人の家柄であった。13歳から試作を始める。ギョズテペの模範学校で、初等教育を修了し、メクテビスルターニに登録した。同校の準備学級で親友となる、バーヌーことバーラーアヌーレディンと知り合った。しかし、家計の困窮のために、ミシャンタッシュスルターニ水に移った。その試作が、 当時の海軍大臣、ジェマル・パシャの目に留まり、1915年9月25日、イスタンブールのヘイベリアダにある海軍学校に入学することになった。この学校で国語の教師であったトルコの有名詩人ヤフヤ・ケマルに出会い、本格的に試作を行うようになる。またこの時期に民族解放運動に身を投じている。1919年に26名中9席で、 卒業し、甲板神奈良医師官として、練習官、ハミリィエに乗り組んだが、胸膜炎発症を理由に海軍を除籍となった。除籍の理由は病気のため、あるいは水兵の革命運動に参加したためなどの説がある。当時のトルコは、第一次世界大戦に敗れ、連合王国に分割占領されていた。1920年、占領軍を弾劾する詩を書いたことで当局に、 追求され、1921年1月、バーラー・ヌーレッディンと共に、国民闘争に参加するために、イスタンブールを離れアナトリアのイネボルに渡った。希望していた前線には送られず、ケマルアタチュルクのアンカラ政府の命で、バーラー・ヌーレッディンと共に、アナトリア参観部のボルへ教師として赴任した。このアナトリアで、トルコ農民の貧しい暮らしに触れることとなる。 1982年のソ連切手に描かれた、肖像1921年9月、バーラー・ヌーレディンと共に、バトゥーム経由で、モスクワに行った。モスクワ条約に基づき、ソ連の東方勤労者共産大学に留学。4年間社会学と経済学を学ぶとともに、ウラジーミル・マヤコフスキーらと信仰を結びその影響を受ける。1922年。 ニューズヘト・ハヌムと結婚したが、長続きしなかった。1924年に卒業し、5月秘密裏に帰国、トルコ労働社会等の機関誌で、シェフィク・ヒュスニュ医師により発行されていた、カマと土と及びアイドゥンルク氏で働き始め、これらの新聞、雑誌上での著作活動を行う。1925年1月1日に、 ベシクタ州にあるシェフィクヒュスニュイ氏の自宅で開催されたトルコ共産党第二回党大会に参加し中央委員に選出された。しかし、これらの活動がトルコの治安維持法に触れ5月にトルコ共産党委員たちの一斉検挙が始まったため同年6月モスクワへ亡命した。アンカラ独立裁判所による欠席裁判の末長役15年となった。 1926年、司会の家レーナ・ユルチェンコと結婚した。モスクワにて翻訳者として働く傍ら、風刺劇団、メトラーを結成し、数編の儀曲を書く。1928年、幕府にて、諸女詩集、太陽を飲む者たちの歌を出版。同年7月、トルコ共和国建国5周年を記念して出された、御社の恩恵を受けるため、 秘密裏に国境を越え帰国したが、1928年12月23日まで、ホパ、イスタンブール、アンカラで収監された。2番目のフジミエレーナ・ユルチェンコは、オデッサで、詐称の発給を待っていたところ、1929年に、伝染病にらって死亡した。釈放後、ゼケリア・セルテルが発行していた、レスイムリアイに、 バーラー・ヌーレッディンの仲介で編集者として就職し、1931年まで在籍した。レスイムリアイでは次第に自分自身の詩も発表するようになり、1929年5月に出版された詩集、835行は文学界で反響を呼んだ。同詩を拠点に活動し、1930年からは、ヒュル・アダム・ハルク・ドストゥ・イェニギュン、 アクシャム、タンなどの新聞において様々な筆名で物語を書いた。アクシャム紙では、オルハンセリムの筆名を使った。また、本名及びミュムターズ・オスマンの筆名で、可愛いい散髪や、アクロ、妻が浮気すれば、ナシット、詐欺師、アイセル、バタクレダムの娘、アブリヒヨコマメウリホルホルアーなど、主として、 ムフスイン・エルトゥールル監督により、イペキフィルムスタジオで制作された映画作品のシナリオを書いた。自由詞の旗頭として、数年にわたり、詩集、聴詞、戯曲などを発表するが、この間は作品を出すたびに投獄されていた。この時期の代表作は、詩集、1プラス1イコール1など。 これらの作品は1930年代後半のトルコ文学に大きな影響を与えた。1933年、夜来る伝報という本に関連して反政府宣動を行った度で起訴され、3月22日には秘密組織を結成し壁に宣伝文を貼って共産主義宣伝を行ったとの理由で逮捕され、裁判のためにブルさえ送致された。しかし、 ナーズム自身は政治から距離を置くよう努めており、1932年2月にイスタンブールで開催されたトルコ共産党大会でコミンテルンの決定を批判したグループに所属しているとの理由から除籍処分にされていた。1935年3月、亡命中のシェフィクヒュスにはスターリンを批判する活動を理由にナーズムを除籍した旨をコミンテルンに報告した。 トルコ共和国建国10周年を記念して出された恩赦により、反政府宣動の裁判は、訴訟無効となり、共産主義宣伝の裁判については、懲役4年の刑に処され収監された。しかし、3年分は、恩赦の対象となり、残りの1年については、未決交流日数を差し引くと必要以上に、収監されていたため、1934年8月に、 釈放された。1935年1月、ピラー・イェ・アルトゥン・オールと結婚した。1936年12月、ヒクメット・クブルジュ村と共に、共産主義宣伝の過度で逮捕され、1937年2月まで、収監されたが、裁判では、無罪となった。その後、1938年1月17日、陸軍の反乱を先導したとの権威で、 アンカラの士官学校司令部軍事法廷で裁判を受け、懲役15年に処された。イスタンブールでは、海軍の反乱を先導したとの権威で、懲役20年の刑を受け、これら2つを統合した結果、合計28年4ヶ月の懲役刑に処された。アンカラとチャンクルの刑務所で過ごした後、 1940年12月から1950年7月15日に釈放されるまで、ブルサ刑務所に収監された。トルコ政府は、ナーズムの作品を発禁処分とする。以後、獄中での試作に専念し、女示し、人類のパノラマ、擬曲、愛の伝説などを手掛ける。また後に、獄中の記録を、獄中書簡 牢獄に送った14年などの作品にまとめている。1949年、パリでナーズムの釈放を要求する特別委員会が作られ、アメリカ、ソ連を中心に各国に釈放運動が広がった。国内でも、ワタンカミ主筆、アフメトエミミヤルマインやるまいと弁護士、メフメトアリセビュークは、 1949年11月11日から1950年2月2日に、かけ10本の記事を書いて、ナーズムの無罪を資料を使って示し、1950年1月には、トルコ大国民議会に特別の恩赦を求めた。トルコの知識人たちは、ナーズムの釈放を求めて、広範なキャンペーンを張った。しかし当局は、反応を示さなかったため、 ナーズムは4月8日にハンガーストライキを開始し、同日、イスタンブールの刑務所に移送された。弁護士セビュークの求めに応じて一時延期していた、ハンス等、5月2日から19日まで実施した。5月15日に政権に就いた、民主党が7月14日に制定した、騒音者法が適用され、翌15日に釈放された。 しばしば獄中に自身を訪問していたいとこ、ミュネッベルアンダチと恋に陥り、母ジェリーレの住むジェビズリクにある邸宅の一つの、キザ橋を借りて同居し始め、イペキフィルムスタジオで吹き替え監督として働いた。1951年3月23日、ピラー・イエハヌムとの離婚が成立し、26日には、ミュネッベルとの息子、メメトが誕生した。釈放はされたものの、 政府の監視は続いており再度逮捕される危険があった。また出版業界の反応も冷たかった。国際平和賞の受賞が決まり、1950年11月にワルシャワで世界平和評議会により開催される受賞式に出席するため旅券発行の申請を行ったが却下された。 さらに、海軍見習い士官時代に健康上の理由から、軍籍を離脱させられており、兵役不適格のはずであるにもかかわらず、ハイダールパシャ軍病院保健委員会が、健康との報告書を出し、1951年6月8日、カドゥキョイ長兵士部が、ナーズムを兵士として2年間の兵役に就かせるため、スイワスケンザラ軍に送る決定を下した。ナーズムは、 これらを自身に対する陰謀であるとみなした。そして、1951年6月、ブルガリアへ出国するために、腹違いの妹、メルダ・ハヌムの婚約者、レフィク・エルドライの操縦する、モーターボートで、国会に出て、遭遇した、ルーマニアの貨物船で、ルーマニアに着き、しばらく後モスクワに移住した。 1951年7月25日付第3、13,401号閣議決定により、トルコ国籍を剥奪された。11月、プラハにて、国際平和賞を受賞。また、世界平和評議会の評議員に選出される。1952年に、心臓発作を起こして、以来、石野ガアリーナ・グリゴリエーブナ・コレスニコーバと、同居するようになった。 1954年、母方が、ポーランド出身の家系であることから、母方の祖父、ムスタファ・ジェラーレッディン・パシャのオスマン帝国へ亡命する、前の名字、ボルゼンツキとして、ポーランド国籍と旅券が付与された。以後、ソ連を拠点に、東欧を遍歴しながら活動する。1952年から、トルコ物語など数編の戯曲を発表。 1960年11月、演劇家でシナリオ作家のベラ・トゥリヤコーバと結婚した。死去までモスクワで平和活動に携わった。1963年6月、モスクワで心臓発作のため死去。トルコでナーズムの発禁処分が解かれたのは死去から2年後の1965年であった。ナーズムのトルコ国籍の回復を求める運動は、 1987年11月12日に、ナーズムの実前サーミーエ・ヤルトゥルムの呼びかけで始まった。多くの集会が開催された後、サーミーエは、ナーズムの20周期に当たる1988年6月3日に、内閣に申請した。内閣が返答しなかったため、9月30日、サーミーエは裁判所に訴えた。しかし、 1993年2月24日、最高行政裁判所が、案から第2号行政裁判所の拒否判決を、承認したことにより、国籍の回復への道は閉ざされたかに見えた。その後、内務省の2009年1月5日付第720号文書に、従って同日付2009。 1, 1万4 5 4 5号閣議決定により1951年7月25日付、第313401号閣議決定の無効化が決まり、2009年1月10日に同閣議決定が広報で発表されたことにより、ナーズムは公式にトルコ国籍を回復した。初期の詩はオスマン宮廷氏の伝統を重んじ、 民族固有の定型詩で、叙情的世界を読んでいた。しかし、貧困にあえぐアナトリアでの体験と、モスクワ留学中に、マヤコフスキーに受けた影響から、以後、陰や定型から離れた自由詩を書くようになった。この時期には、活字の大小や、階段上の開業を試みる、また独自の陰律を駆使するなど、視覚的にも、聴覚的にも斬新な作風であった。 また既存の権力に対して極めて闘争的な態度を持ち、作風も朗読を視野に入れた雄弁で絶叫的な調子を取り入れている。1938年の東国から作風も大きく変化し、前述のイデオロギー色の強い内容から平易な言葉で日常の生活に代を取った素朴な作品が多くなった。この理由としてそれまでは 印刷や自身による労働区によって死を発表していたのが、東国により口伝えでしか読者に伝える手段がなくなったことが挙げられる。東国にいる労働者や農民の反応を見ることで、読者のほとんどは農民や労働者が占め、しかも当時は国民の大多数が文網であることに強く思い当たった。これが具体的なイメージや平易な言葉遣い、素朴さや、 自然さにつながったとされる。建国の父であるムスタファケマルアタチルクを読んだ作品は少ない。これは、祖国解放の主人公は、無名の労働者、農民たちであるとのナーズムの視点と同時に、長きにわたり拘束された末に最後まで故国に帰れなかったナーズムの思いも感じさせる。後世に影響を受けた詩人としては、オルハンベリカヌク、オクタイリファと メリフジュブデとアンダイラが特筆される。広島市への原子爆弾投下に関心を持ち、これを題材とした死んだ女の子を1955年に試作している。また、1958年の詩、夜明けににも広島原爆への言及があるほか、詩集、広島も観光している。日本語訳された詩集は、見ぬ年を訳役による死んだ少女など、 死んだ女の子は、中本信之の訳詞、富山雄三の作曲で、高石智也によって歌われ、1967年発売のアルバム、思い出の赤いあっけ高石智也フォークアルバムに収められている。同作品は2006年、坂本隆一プロデュースにより、はじめ千歳によって歌われ、同年発売のアルバム、花大郎の初回限定版にボーナストラックとして、 収録、映画、キャタピラーの主題歌に使用された。その他、原爆をテーマとする、日本にある少女がいたや、第五福竜丸事件をテーマとする、日本の漁師も作っている。他に、お天と様、猫、プラタナス、僕が、中本信之、服部新六に訳され、芥川康氏の作曲により、合唱曲となった。この曲は、 日本の合唱作品100選に選出されている。オラトリオドキュメンタリー映画1901年11月20日に生まれたが、家族と周囲が40日間の差で一歳年上と、みなされないよう、1902年1月15日で出生届を提出したため、校舎が戸籍上の誕生日である。オルハンセリム、アドスズ・ヤズジュ、アフメト・ジェバト、アフメト・オウズ・サルハン。 ベン、ベンデニズ、ベンダニーズ。あなたの下僕、辛抱、エルジュメント、エル、フクラジュ、イブラヒムサブリ、イルハンコザ、イムザースズ、アダム、インザスアダム。無償命難、エイチーフさん、カルタル、マズハルリュトーフィ、ミュムターズ、オスマン、オスマンジェマル、サルムラト、スユレーマンサブルランなどの筆名を使用した。この各種資料により、めと、 ナズムヒクメと、ナあズムヒクメと、ナズムヒクメっと、ヒクメとランなど。本校の記事名は、現在のトルコ語発音及び近年の出版実績によった。詳細はノート、ナあズムヒクメっと参照。幼児期に死亡。セーダールトゥルムと結婚し、サミ・ヨールトムとなる。プロシア出身の、海軍見習い士官ユリアンディトリヒだったメフメドアリと、 チェルケス・ハーフズの娘アイシェ・スドゥカの間には4人の娘が生まれ、全員がオスマン帝国軍の高級将校と結婚した。長女、ハイリーエは、ヒュセン・ヒュスヌと結婚し、ミイメとムフスイン、タフスインを産み、3女ゼキイエ・ハティージェは、イスマイル・ファーズルと結婚し、メフメド・アリとアリフ・フアドを産み、4女、アドビーエは、テブフィクと結婚した。日本語の資料は、 1918年に海軍学校を中途退学したとされている記述が多いが、トルコ側の資料には前述のように卒業の記録が残っており、海軍助籍と混同した誤りである可能性が高い。ナーズムの伝記を書いたメメとフワトは、ピラー・イェハヌムの連れ子で、父親はメフメとアリーパシャの息子ベダーとオルフィであった。わけにより、人生のパノラマ、人間のパノラマ、 我が祖国の人間風景とも表記。わけにより、ボルゼツキ、ボルゼスキーとも表記。わけにより、深夜舞い込んだ伝報とも表記。わけにより、ベドレディンに関する歌とも表記。ウィキクオートには、ナーズムヒクメットに関する意味多くがあります。ありがとうございます。